クルブデフトボルパチューカは、メキシコ中央部、リダルゴ州の州都パチューカを本拠地とするサッカークラブ、メキシコ最古のサッカークラブである。2000年代以降に最も成功を収めているクラブの一つであり、この期間中に5度のプリメーラディビション優勝、5度のコンカカーフチャンピオンズリーグ優勝、1度のスーパーリーガ優勝、1度のコパスダメリカーナ優勝を果たしている。北。 中米カリブ海サッカー連盟所属クラブとして初めて南米サッカー連盟主催大会を制したプリメーラディビシオン創設時のメンバーであり1998年からは常にプリメーラディビシオンに在籍している2017年にはホンダケースケを獲得している先進的なクラブ運営を行っているクラブとして知られる 2001年には中学校から大学院修士課程までの課程があるサッカースポーツ科学センター大学を開校した。経営学科、コミュニケーション学科、マーケティング学科、心理学科、体育学科、生態学科、栄養学科からなり、卒業生の多くはスポーツクラブやスポーツ組織に就職している。パチューカ市内ではトゥソプラーサという名前のショッピングセンターの他にホテル、 レストラン、コンベンションセンター、スポーツクリニックなども経営している。1901年、王立パチューカ鉱山会社で働いていたコーンウォール、地方出身移民が、パチューカアスレティッククラブを設立した。選手たちは、ウィリアム・ブラミーが所有していた鉱山で働いており、当初は余暇時間にのみ練習をしていた。鉱山労働者にサッカーを紹介したのは、 イギリス人のアルフレッド・シー・クロールであり、彼らにサッカーボールとルールを提供した。周りの州でも、アルビネグロスでオリサバ、レフォルマエシー、ブリティッシュ FC、プエブラエシー、メキシコクリケットクラブなどのサッカークラブが、次々と誕生した。1907年7月19日にはプリメーラ、ディビシオンが設立され、パチューカは設立メンバーとなった。 1908年シーズンにはメキシコ生まれのダビド・イスラスがチームに加わったが、1910年にはメキシコ革命が発生し、パチューカなど3クラブを除いてメキシコからプロサッカーの日が消えた。1915年までにほとんどの選手がメキシコ出身者となり、1917年から1920年にはクロール監督の下でリーグ優勝を果たした。 多くの選手がメキシコシティに移ったため、1920から21シーズンはクラブの活動を一時中止した。その後は長らくセグンダ・ディビシオンに在籍した。1967年、セグンダ・ディビシオンで優勝してプリメーラ・ディビシオン昇格。1970年代初頭にはセグンダ・ディビシオンに戻り、1992年に、 再びプリメーラ・ディビシオンに昇格するまでに19年を要した。1992から93シーズンにはプリメーラ・ディビシオンでプレーしたが、1シーズンでセグンダ・ディビシオンに降格。1993年にエスタディオ・レボルシオンからエスタディオ・イダルゴに移転した。イダルゴは土砂を固めてできた丘の上に建設されており、掘り込み式のサッカー専用スタジアムである。 1995から96シーズンにはプリメーラ・ディビシオン A で優勝してプリメーラ・ディビシオンに昇格したが、前回と同じく1シーズンでプリメーラ・ディビシオン A に戻った。メキシコサッカー連盟はシーズンを2つに分割し、パチューカはインビエルの1997で優勝。昇格プレイオフ決勝でウォンル・ティグレスに勝利し、プリメーラ・ディビシオンに昇格した。 1998から99シーズンには、ハビエル・アギーレ監督のもとでプリメーラ・ディビシオン残留。インビエルの1999のレギュラーシーズンは7位だったが、リギージャでは決勝に進出。決勝のクルス・アースル戦では、アルゼンチン人のアレハンドロ・グラリアがゴールデンゴールを決めて、プロリーグ過後初のリーグ優勝。この優勝によってコパ・メルコノルテに出場。 ベラーの2001のリギージャでは決勝に進出したが、サントスラグーナに敗れて、準優勝だった。2001年1月29日、主力選手のパブロイルナンゴミスが自動車事故で死去した。2001年末には、アギーレ監督がメキシコ代表監督に就任し、2002フィファワールドカップ北中米カリブ海予選で予選敗退の危機に瀕していたチームを立て直した。 アギーレ監督の後任には、アルフレード・テーナ監督が就任し、テーナ監督は、インビエルの2001のリギージャで、決勝進出に導くと、ウォンル・ティグレスに勝利して2度目のリーグ優勝。2001年には、メキシコのクラブとして、初めて創立100周年を迎え、多くの祝賀行事が催された。ビクトル・マヌエル・ブセティッチ監督がチームを率い、アペルトゥーラ2003のリギージャ決勝では、 ウォンル、ティグレスを下して、プロカゴ3度目の優勝。2000年前後以降の躍進により、エルエキポデメヒコというニックネームを授かった。2003年から2006年の間は、社会面や財政面での問題に労力を奪われ、2シーズン連続で、リギージャ進出を逃した。しかし、クラウスーラ2006では、レギュラーシーズンで1位となり、リギージャの決勝では、 サンルイス FC を破って優勝した。2006年にはコパスダメリカーナに出場し、決勝では CSD コロコロと対戦。ホームでのファーストレグは1から1の引き分けに終わったが、アウェーでのセカンドレグには2から1で勝利し、2試合合合計、3から2で初優勝。メキシコのクラブとして初めて、また来た、中米カリブ海。 サッカー連盟所属クラブとして初めて南米サッカー連盟主催大会を制し、自クラブが所属する大陸とは異なる大陸のクラブ選手権を制したことのある世界で唯一のクラブとなった。2007年2月から4月にはコンカーカフチャンピオンズカップに出場し、準々決勝では CD マルケンセ、準決勝ではヒューストンダイナモ、決勝では CD グアダラハラに勝利して2度目の優勝。 5月に行われたクラウス・ウラ2007のリギージャ決勝ではクルブ・アメリカを破り5度目のリーグ優勝。7月31日、メジャーリーグサッカーのコロラド・ラピッツと提携を結び、毎年の親善試合、選手の売買契約、アカデミーの設立などを行うことで合意した。7月から8月に初開催されたスーパーリーガではロサンゼルス・ギャラクシーを PK 戦の末に破って優勝し、副賞として100万ドルの賞金を獲得した。わずか15ヶ月の間に5個のタイトルを獲得し、2007年にはコンカーカフのチーム・オブ・ザ・イヤーを受賞した。同年12月には日本で開催された FIFA フフクラブワールドカップに出場したが、初戦の準々決勝でアフリカ王者のエトワール・サヘルに敗れた。 2008年3月から4月にかけて行われた、コンカカーフチャンピオンズカップでは、準々決勝で CD モタグア、準決勝で DC ユナイテッド、決勝でデポルティーボサプリサに勝利して2連覇。同年12月には日本で開催された FIFA クラブワールドカップに、再び出場し、準々決勝でアフリカ王者のあるアハリに勝利。準決勝では、 南米王者のルジュキトと対戦したが、0から2で敗れて、決勝進出はならなかった。クラウスーラ2009では、リギージャの決勝に進出したが、アンアム・プーマスに敗れて、準優勝となった。2009から10シーズンのコンタカーフ、チャンピオンズカップでは、グループリーグを5勝1敗の首位で通過。なお、4グループの首位クラブはすべてメキシコのクラブだった。準々決勝では、 CSD コムニカシオネス。準決勝ではデポルティーボトルカ。決勝ではクルスアスルを破って4度目の優勝。2010年12月に日本で行われた FIFA フフクラブワールドカップでは準々決勝でアフリカ王者の TP マゼンベと対戦したが0から1で敗れて初戦敗退。ビセンテナリオ2010のリギージャでは準決勝に。 進出したが、デポルティーボトルーカに2試合合計2から3で敗れた。1943年以降のプリメーラディビシオーンでの成績を記載している。10、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ユニフォームの変遷、珍しいデザインのユニフォームを記載している。基本的には、フォームでは、白色と紺色のストライプのシャツ、アウェイでは、 黒色と大々色のストライプのシャツを着用する。ありがとうございます。